いよいよサイレントヒル2の方発売になるんですけど、今回前作以上にやっぱ怖いゲームになってますんで、やっぱその、まあ、怖さってところが売りなんで、まあ、ぜひそこを注目というか、まあ、みんなに楽しんでもらいたいなと思ってます。本当に怖いゲームになってますんで、あと、まあ、あの映像表現の方も非常にこだわった作りで、今までにないものを、まあ、お見せできると思うんで、まあ、ぜひ楽しみに、発売の方を待っていてもらえたら僕らも嬉しいです。先日の E3 で手に入れたもので、なかなか機能的で気に入って使ってるんですけど、まあ普段まあ何を持ってるかっていうとですね、まあ電車の通勤時間に読む漫画、今はこちらです。私のマイブームゴルゴ13、まあ1ヶ月前ぐらいから第1巻から読画し始めて、今87巻まで来ました。